定年前に脱サラをして定年前に脱サラをした会社の同期が蕎麦屋をオープンしたと聞いてやってきた。ここが佐々木のはじめだっていう蕎麦屋か。あいつどんな蕎麦出してくれるんだろう。楽しみだな。脱サラして始めた蕎麦屋でセルフ方式ってなんだよおい。なんでセルフ方式の蕎麦屋やっちゃうんだよ。こだわりはどうした。こだわりの蕎麦屋やるんじゃなかったのかなあ。水運ばせてトレー持たせてさ、おい佐々木、お前そこで聞いてんだろ佐々木な。お前俺が食券持ってきた時蕎麦かうどんか聞いてたよな。蕎麦がやりたくて会社辞めてるやつはうどん出すな。おい、そうだろうな、佐々木。盛りそば、かっこ並、200円。安すぎるだろう。おい、佐々木、安すぎるっていくらなんでも。なあ、こだわりのある店、この量をさ、200円じゃ出さないのよ。相場教えてやろうか、佐々木な。な、並盛りだったら、3、4口を550円で出せ。な、そんぐらいは取っていいから全然。なあ、もうお前のこだわりはないのかよ。こだわりはさ、どこどこの天然水を使用してます的なことを書いとけ。書いとけ、これ見よがしに書いとけよお前はな。まずはつゆをつけずにお召し上がりください的な張り紙をどこかに貼っとけよ佐々木な。いいか佐々木、お前がやりたかった夢、それ全部、富士蕎麦さんが叶えてるぞ。どうもありがとうございました。